ましょう。拍手でございます。今日すいません、お忙しい中。その目的としては、笑顔をするという大きな目的があって、目指しております。で、今年はその中でも子ども食堂を応援していくのは、なぜなら、地域の中で根付いて、食だったり、孤独だったり、孤立するような家庭、そういうところをなくしていけるような居場所支援を、われわれも応援していこうと、利用者も含めて、そのスタッフの方々を盛り上げて、今700件ぐらいですか、食堂を2万件ぐらいに増やせるような、お手伝いができればいいなということで、今年はそれを立ち上げました。で、先日、栃木テレビの、常連の仲間、タレントの、大魔神の大臣とか、長谷君とか、ベリーとか、お笑い芸人の気持ちを出して、ご飯を一緒に食べて、で、お酒を飲んで、よっできたところで、ちょっと金を出すこれがぼったくり歌いとして海賊団が金だからお金を預かるんですよ。なるほど。そしてその預かったお金を店長は責任を持って子供職員に届けていきますというプログラムです。今回1万4000彼らで集まったんですけど、まあ、海賊団の方で少し足しまして2万円として、そのことがあるんですけれども、皆さんにこういった活動が広がればいいなというきっかけになるように、今日はさせていただきました。はい、はい、はい、じゃあありがとうございます。で、私の方から、はい、扱い書っていうはい、全員銀行預託証金2万円、この度は金町社会福祉協議会全員銀行上記のご協力をいただきまして本当にありがとうございました。今後の戦い全員はこれを必要としている多くの方々に寄付させていただきます。今後もこの運動のご協力をくださいますよう心より申し上げます。4月31日、歌う海賊団様、金町社会福祉協議会社会福祉協議会のみんな、お前たちハッピーかい？イエーイ！ありがとう全員銀行。